マジでめちゃくちゃすげえ。 GPT's ってやっぱりちょっとめんどくさいんですよ。それに対してノートブックLLMの手軽さは本当にえぐい。ウェブページの URL ポンって貼ったらわーってクローリングして、それが要約されて、これマジですごいです。こんな簡単な LLM プラスラグは存在しない。これだけ使ってればもう完璧です。皆さんこんにちは、コウスケ先生です。コウスケ先生普段こんなこともやってるので、気になる方はチェックしてみてください。今回はですね、 Google のノートブック LLM っていうのを皆さんにお伝えしたいと思います。ノートブック LLM ってまた何ぞやというところがあると思いますので、さらっと最初お伝えしますと、 Google がですね2024年の6月6日に日本でも一般公開を開始したですね、 Google の独自生成 AI を作るサービスになります。何かというと Gemini とか、あとは皆さんおそらくピンとくるチャット GPT とかありますけど、あれらって結局は彼らが持っている学習データから答えを導くものになるんですね。でそうすると誤回答であったりだとか、向こうが知らないような情報、例えば新しいサイトのここの情報をまとめてくれって言ってもやっぱり難しいんですよ。でそれに対して彼らが持っている学習データだけではなくて、こちらから情報を提供してそれをまとめてくれたり、その情報の中から抽出して答えを出してくれる、これをですね LLM プラスラグというサービスになるんですけど、このラグの部分のサービスが今回のノートブック LLM というところになります。でノートブック LLM、 やはり比較対象として言われるのはチャット GPT の GPT's GPT ビルダーというものになるんですけれども、それともう根本的な違いというところもありますので、それも含めて解説していきたいと思います。それではですね、ノートブック LLM どうやって使うかからやっていきますと、まずは皆さん Google でノートブック LLM これ検索してみてください。で検索をすると一番上に出てきます。で一番上に出てきたらこう押しちゃいましょう。で押すとですね、こんな形でいかにも最新のテクノロジーが使われてそうなサイトじゃないですか。それのトライノートブック、ここを押します。これだけでノートブック LLM が使える状態になりました。現時点では無料で使えます。なので安心してお使いいただいて構わないと思います。多分ですね、4ヶ月とか5ヶ月ぐらいすると有償プランっていうのが出てくると思います。っていうのは、先ほどジェミニっていう言葉出しましたけど、ジェミニも2023年の12月13日に日本で一般公開されて、5月ぐらいからですね有償化したので、やはり4ヶ月5ヶ月ぐらいはなんかこう鳴らし運っていうのがあると思いますので、その間にこうノートブック LLM がどういったところで使えるのかとか、もう使い倒しちゃいましょう。私の方でノートブックすでに作ってるんですけど、作り方は簡単です。この左側側に新しいノートブックとありますので、これをクリックします。でクリックをするとアップロード元としてですね、ドライブ、PDF、テキストファイル、コピーされたテキスト、ウェブページの URL とあります。これ何かというと、先ほど独自生成 AI と言いました。その独自っていうのは独自の部分の学習データがないといけないじゃないですか。その学習データをどこからアップロードしますかっていうのを聞いています。なのでご自身のドライブに学習させたいデータがあるならドライブですし、ドライブにはないけど PDF は持ってるんだよねだったら PDF ですし、ではなくて本当に平文のテキストファイルならあるよだったらテキストファイルですし、今コピーしたものがあるんだったらコピーされたテキストで、そうではなくてウェブページのサイトの中身を学習してほしいんだよねだったらウェブページの URL っていうことができます。ここからどこからアップロードするかなっていうのを選びます。ただ別にこれ1回こっきりしか出ないわけではなくて、これ例えばバッテンを押すじゃないです。そしたらこの左上にソースを追加っていうのがあります。でここを押してしまえばまた同じようにアップロード元追加できますので、ここを全然びっくりしなくてですね、もうバッテンを押しちゃっても全然大丈夫です。ここで先に言っておくと、この追加できるソースの数は50個までです。今は上限が設定されているのは50個までなんですけど、おそらくこれ優勝プランの時はこの上限が取っ払われたりだとか、50個以上の場合1個あたりにいくらとか、多分そういった形になるんじゃないかなというふうに思っています。でソースを追加から、じゃあ今回はこのウェブページの URL をクリックします。で例えばですよ、例えば Google をこう Wikipedia で調べてみてですね、ただやっぱり Wikipedia の情報結構多いじゃないですか、長いじゃないですか。自分が欲しい情報が
どこにあるかなってなかなか見つけづらい場合はですね、ここで Google の Wikipedia の情報を挿入とします。そうすると勝手に今裏側で学習を始めて、ノートブックガイドというもので概要と質問の候補っていうのをこう出してくれるんですね。これ勝手に出してきます。私今何もしてません。ソースを追加しただけです。でここで例えば質問の候補で Google の企業文化とはってありますので、これクリックしてみましょう。そうするとチャットの画面になって、 Google の企業文化ってどんなところなんですか、それに対して裏側でこれはジェミニプロ 1.5 が動いてます。でその結果がこういった回答として出てきます。で回答のところにこれ丸付き数字がこうあると思うんですよ。でこれ何かというと参照元を表してます。先ほどソースが今1個なのでもう全て1が立ちます。でこれがソースが増えていくごとに、この情報っていうのはソースの何番目から取った情報だよっていうのが出てくるという形になります。でこの情報だとこういろんなものがこう入っている中のここから情報を得て私は書いてますというような形になります。でやはりですね、このノートブック LM という名前自体にも多分私こだわりあると思っていて、これ何かというと、ここはこの今出ている画面というのは皆さんのブラウザー上のノートになってるんですね。でノートってメモ書きするじゃないですか。なのでここにピン止めがあります。でこれを押すとノート上にメモが残ります。なのでイメージとしては左側のこのソースっていうのが皆さんの学習元で、学習元に対していろいろ質問をして、質問の回答をピン止めすることでいつでも読み返せるメモができる。ここが巨大なノートブックになるっていうような多分コンセプトで作られています。これのすごいところはですね、他にも実はいろいろあって、こうチャットを表示をするとチャットが出てくる。でここのチャットの入力画面の上にはいろんな候補の質問が乗っかっている。でノートブックガイドの方を押せば今度はよくある質問とかそういったものを出してくれる、まあ、そういったいろんな機能がここに組み込まれているというところになります。でこの右上にですね、共有というのがあります。でこれ共有を押すとどうなるかというと、他のユーザーをこのノートブックに共に見れる仲間をここで誘えるんですね。招待ができる。なのでここ上であの人と一緒にこのノートブック使いたいなという場合はユーザーを追加していくことで、その人自身もノートブックを参照できますし、これ一緒に見ようよっていうソースを追加することも可能です。なのでこういった形で共有ノートっていうのを作っていっていただければと思います。で私無類のビール好きなのでビールのですねノートブックもちょっと作っておきました。でこれ例えば缶ビールだとかいろいろクラフトビールとかあると思うんですけど、それらのまとめを教えてほしいなっていう場合とか、そういった場合はビールの特徴をまとめてくださいみたいな形で入れておくとですね、もちろんそれはソース元からしか情報は得ないですけど、それを勝手にですね裏側のジェミニがやってくれると。なので自分自身の趣味をソースにどん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 入れて自分だけのオリジナルメモを作ることも可能ですし、例えばですね論文のまとめとかって結構めんどくさかったりするじゃないですか、概要要約とか。そしたら論文自体のテキストを読み込ませて、もしくは PDF を読み込ませて、それを200字ぐらいの概要としてまとめてくださいとか、まあ、そういったテクニックもあるかなと思います。で今、私ビールの特徴をまとめてくださいって言ったらいろいろまとめてくれました。こういった形で日本のビールとしてはこんなのがありますよとか、海外ビールこんなのあります、クラフトビールでこんなのありますよっていうのをこの2つのソース元から綺麗にこうまとめてくれるんですね。ピン止めしようっていうとこれが、メモになるというような流れでノートブック LM っていうのは出来上がっています。でですね、ノートブック LM としては一旦クローズにはなるんですけど、チャット GPT と何が違うかっていう違いを見せたいので、 GPTs の作るブラウザーを紹介します。私チャット GPTs 使えるので今お見せしてますけど、新しい GPT の構成っていうところがあります。もちろん作成する側から向こうから聞かれたことに対して答えることで GPTs 作れるんですけど、一般的に作りやすいのは構成の方かなと思うので、構成を見ていくとですね、まあ、GPT の名前説明、この辺は別にどうでもいいんですけど、大事なのはこの指示ですね。これノートブック LM ないんですよ。なんでかっていうと、ノートブック LM は振る舞いをどうするというよりはこちらが与えたソースから正しい回答を導くに特化しているので、 GPTs の場合は何かというとこちらが与えた情報に対してどういうキャラクターになりきってとか、こういった語尾でとかデスマスとかであるだとか、そういったキャラクターを与えて作れるっていうのが GPTs の特徴なんです。
ですね。まあ、それ以外にももちろん新しいアクションということでこれ API 活用もできるので、そういったところは GPTs の方が強いと思います。ただ自分自身の自分だけの生成 AI っていう意味だとノートブック LM の方が非常に実用的だと思います。 GPTs も使ってたんですよ。 GPTs ってやっぱりちょっとめんどくさいんですよ。それに対してノートブック LM の手軽さは本当にえぐいと思いました。アップロード元もうシンプルにトン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 って書いてあって、でウェブページの URL ポンって貼ったらわーってクローリングして、それが要約されて、これマジですごいですよ。こんな簡単な LLM プラスラグは存在しないと思います。もうこれだけ使ってればもう完璧です。非常にシンプルな作りになっていますので、本当にもう数クリックで独自生成 AI が作れると思っていただければと思います。こんな形でですね、今回はちょっとコアなサービスでしたけど、 Google フォームとかドキュメントとかスプレッドシートとか、ああいった普段使われるようなサービスから少しテクニカルなコアなサービスまでいろいろお伝えできたらなと思いますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。またね。いや違う、あれです、どういう時使うとよりいいんじゃないかとかは伝えてねえなと思って。